3対3枠なりで1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第7レースのスタート。スリット後は1号艇、そして4号艇が出ていく周知マークです。まくっていく4号艇の菊池、その内インから回る1号艇の三宅の内、飛び込んだ3号艇の重富、外は5号艇、内から6号艇が続きますが、ここはあっさりとリードしました4号艇の菊池。ドリーム戦第12レース、枠なり3対3、非常に穏やかな水面です。菊池康平の陰線、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇の菊池が花を切っていきました。その後は4号艇の河野も少し出ていきますが、まずは1号艇の菊池がインから回る。2コースから2号艇の馬体が刺す。続いて3号艇、4号艇バックストレッチも逃げました。先頭1号艇の菊池康平。